株式会社、国場組は、沖縄県に本社を置く建築業、土木業、飲食業、サービス業を営む会社。国場組と表記されることがある。沖縄県の大手建築、土木会社の一つである。経営難に陥ったことが何度かある。1993年頃、経営難に陥り、銀行への借入金返済の一時停止。 1999年6月には創業者一族の取締役が退任するなどの事態が生じた。本社ビルや関連事業を子会社に売却するほか、2000年に開催された九州沖縄サミットの万国診療館会議旨、回廊旨を施行するなどし、近年では沖縄のリゾート建設需要が増加していることから、2007年3月に経営再建を ほぼ完了したと発表された。戦前においては、日本軍、戦後においては、米陸軍工兵隊から大きな受注を受けていた。国は高太郎も軍にいたことがあり、戦前戦中の工事の際はその時の体験や国への忠誠心を見せる時として大いに奮起したという。また、飛行場工事なども早くから、ホンドゼネコンの下請けではなく自社が、 受注企業の頂点に位置して遂行している。なお、沖縄戦の際には幸太郎は、最後の連絡機に乗って本土に逃れ、福岡に、高吉らと他の一族で軍へ入っていなかった者たちは、国神に退避した。この時のため備蓄していた食料や手持ちの現金を、配って、皆でここをしのいだという。社真に、国馬組従業員140人は、 国神地方の山中に仮小屋を作って避難した。幸いにも、日米の地上戦に巻き込まれることなく、無事に終戦の日を迎えることができたとある。高太郎は1946年8月に密航で沖縄に渡り、翌月9月に石川市で事業を再開する。戦後陸軍工兵隊が基地の高級施設建設、及び壊滅した。 沖縄の社会資本再建を計画した際、国馬組もその事業を受け負った。そのため米軍関係工事において豊富な経験を有する。米軍関係工事の場合、軍事施設の建設に特有の技術が必要とされるほか、米軍相手の工事の場合は、資材などの企画や契約がアメリカのものに合わせなければならないという特徴があり、英語による文書のやり取りも多い。 日経産業新聞は、こうした工事の受注を続けることで、アメリカの企画などに習熟していったことを、紹介している。当時受注した工事は多岐に上るが大規模なものは九百六十年代、初頭のキャンプ運線建設工事である。ただし、日本復帰以降は、沖縄開発庁や沖縄県が、社会資本建設の主たる、所管官庁となり、一般建設工事において、 この特徴はそれほどの優位性を持たなくなった。復帰により沖縄の米軍基地もある程度まとまった規模が変換され、既存の中流部隊移設のための工事を主体とする、設置国建設工事計画が実施され、1970年代に同計画による工事はピークを迎えたが、以降は米軍からの発注規模は低下し、維持補修などが増えていった。 そのため、1980年代には、那覇空港の埋め立て拡張構想などに興味を示し、中国への進出を機として留学生採用で注目されたこともある。1996年以降、普天間基地の代替施設建設がクローズアップされた際には、1998年頃、ベクテルをコンサルとして埋め立て案の推進する一社として名が上がった。 その後も同問題が長期化するに従い、2005年頃、米軍再編協議で一旦振り出し近くまで交代した際には、下地島での火事の施設と併設した移設構想に興味を示している。米軍施設で実績があるものは、同社ウェブサイトにいくつか掲載されているもののほか、ステアリーハイツ小学校の誕生期での完成や、ホワイトビーチ地区における台風で被害を受けた。 ブラボー桟橋の復旧工事などがある。埋め立てについても一般建設工事で経験しており、普天間基地の移設問題で広報が焦点になった際に埋め立て案を提示したのは同広報ならば技術と実績を持っていたからである。沖縄電力が2年ぶり、首位沖縄の企業売上高ランキング観光や小売業が校長上位100社合計は、 前年比5.1%増の過去最高2.2兆円2019年5月3日、配信琉球新報、80周年特設サイト、国馬組、国馬組80周年特設サイト、www.kokubageumi.co.jp2020 年11月19日閲覧、遠隔企業情報、国馬組、 2016年8月5日閲覧。1931から1945年、創業、戦前、戦中80周年特設サイト、国博くみ、アーカイブ、イズ、2021年2月3日閲覧。なお、工兵隊の側も1960年代に、沖縄の土木技術者教育を目的に留学を、奨励するなど、問題解決に努力していた。 沖縄高くか図る国場組から、米軍依存脱出海外にも進出マイナス、日経産業新聞1985年6月26日、中里義彦、普天間飛行場イコール下地島空港移設が、地域繁栄の切り札2005年、極東の白米陸軍沖縄、日本地域公平隊1945-1990、 防衛施設と技術 P191996 年10月極東の白米陸軍沖縄日本地域九百四1945-1990防衛施設と技術 P22-1996 年10月たありがとうございます